島根県難病フォーラムは、難病に対する正しい知識の啓発や患者とその家族の暮らしやすい環境づくりを目的に毎年開かれています。今回は浜田市で開かれ、地元で暮らす難病患者の人たちが来場者や看護学生を前に病気の症状や闘病生活について発表しました。私の見え方は真ん中部分、中心部分が全く見えていない状態。この病気のことを知ってもらう方が、まだ先長い人生でとても重要じゃないかというふうに思うようになって。発表者の一人、浜田市の灰上誠さんは、目の網膜にある細胞が徐々に機能を失う網膜色素変性症を患い、将来への不安などから引きこもりがちに。しかし、ブラインドサッカーのチームを立ち上げるなど、病気への理解を広げるための取り組みが生きがいになったと話していました。時間はかかったけど、前向きに受け止めて、趣味だったりとかを病気に負けずにやられてて素敵だなというふうに思いました。自分もお兄さんが潰瘍性大腸炎の患者で、そのお兄ちゃんの症状も聞いたりしてるので、難病の方の症状が早く緩和できるように医療が発展したらいいなと思いました。国が指定する難病は現在338種類あり、島根県ではおよそ6400人の患者がいるということです。来年度の島根県難病フォーラムは島根県隠岐の島町で開催される予定です。